はるかさん、ちょっといいですか？なんだか落ち着かなくて。ええ、私も話したかったことがあるの。ここじゃなんだから乾杯に行きましょうか。たくさんの人が死んだ。うん。最後かもしれないから話聞いてくれないかな、アイト君。話って？私ね、中学生の時アヤト君と付き合ってたんだ。え？あの時はこんなに年が離れてなくて、同じクラスだったんだよ私たち。記憶をいじられて思い出せないよね、そんなこと。ごめん。ううん、やっと言えてほっとした。ずっと好きだったから。言っておかないとなんだか踏ん切りがつかなくって。ずっと好きだった？うん、ずっと。今でも？うん、今でも好き。昔のこと覚えてなくてもいいかな？今の僕を好きなら、今の遥さんが好きなだけじゃダメなのかな？今なんて言ったの？今の君が好きだ。それじゃダメかな？そんなことない、そんなことないよ。そんなことない。ごめん、長い間待たせちゃって。いいの、大好きだよ神田くん。ねえ、上に行きましょう。ええ。よかった、あなたが生きてて。はるかさん、ごめん、私自分勝手だよね。クヌギ司令は私たちを守るために死んでしまった。悲しいのに、それでもアヤト君が生きてここにいてくれて嬉しいの。ありがとう、はるかさん。え？僕を忘れないでいてくれて。忘れない、忘れるもんですか。今までもこれからも。あなたのことが好き、ずっと好きだったよ神田くん。世界で一番好きな人守るよ、必ず。いや、アヤト、アヤト、どこにいるの？お姉ちゃん、危ないよ。きっと大丈夫だから、お姉ちゃんしっかりしてよ。アヤト！ごめん、邪魔するつもりはなかったんだ。
君がそのあんまり絵になってたもんだから。え、見せて。え、あ、うん。へえ。おうまいのね。君ここの人？東京から来たの。僕も東京から。親父がこの島の遺跡調査で、それの手伝い。叔父もそうです。もしかして陸道さんの姪っ子さんって君？ええ。あ、ごめん、僕アヤト、神名アヤトです。私、三島はるかです。こうして僕たちは出会った。そして時は流れ始める。